えっとお食事はお済みでしょうか。お待たせしました。えー、まあ、ただいまから日本記者クラブの昼食会を始めます。えー、と本日のゲストは防衛大学校の国分行政校長でいらっしゃいます。えー、まああのー、皆さんもよくご存知の。 校長でございますけれども簡単にプロフィールだけ紹介させていただきますえ1953年の東京生まれということです、えー、慶応義塾の法学部に進まれまして大学院、えー、それからあ講師助教授を経まして、えー、1992年には法学部教授に就任されています まあ、あの慶応義塾では東アジア研究所あるいは法学部長なども歴任されております、そして、えー、本年の4月1日に、伊お木部誠さんの後任の校長に就任されました、この経緯は皆様もよくご存知で、えー、シトラ欄などにも,もう取り上げられているとおりでございます。えーまあ、国分さんははととににかく我々メディアにとりましては 現代中国の専門家ということで、大変公明でいらっしゃいますけれども、中国の専門家というのが防衛大学の校長に就任されるというのは初めてというふうに伺っております。えー、まあ本日は、えー、まあ中国の話というよりは、アドミニストレーター、学校長としての国分さんのお話なんですけれども、言うまでもなく、中国の政治的あるいは、 軍事的な台頭というのもありますし、北朝鮮もくすぶっていると、アメリカは一応、対テロ戦闘に一区切りつけて、だんだん本丸、東アジアへ回帰しているというようなことがあります、その中で、幹部自衛官を要請する長として、どのようなお考えで任務にのかれるのかと。 自衛官だというふうにおっしゃってますのでまさに任務というのがふさわしいんじゃないかなというふうに思いますけれどもその辺をお伺いしたいというふうに思います、えー、まあ国分さんは2回慶応の教授としてはこの場にいらっしゃいまして、えー、まあ今日は防衛大学校の校長としての講演並びに質疑を行いたいというふうに思っておりますま40分ほどまずお話ししていただいて質疑に移りますえっ、ー、と質疑の部は2部構成で まず皆様から寄せられた質問を中心にですね、えー、国分さんのお隣に座っておられます東クラブの企画員で毎日新聞の編集編成局次長の坂東健二さんに代表質問を行ってもらいます。その後会場の皆様からも直接手を挙げて質問を受けたいというふうに思います。えー、申し遅れましたけど私日本記者クラブの理事で。 施設運営委員長を務めます TBS の星野ですよろしくお願いいたしますそれでは先生よろしくお願いしますええ、はい、皆様こんにちは防衛大学校の国分寮生でございますよく慶応大学というふうに言ってしまいまして30年勤めておりますとですねもう口癖のようになっておりますので今日は防衛大学校の学校長と といいうことでここでにお招ききをたただきました拝見いたしますと非常にこれまでお付き合いさせていただいた方も多くおられますしまたメディアさまざまな分野でご活躍された方も多数おられるというふうに拝見をいたします。 さて私、見かけは若干若いんですが、あまあ、今年し59歳になります。58でござい,ございまして、ま、えー、もなく還暦ということになるんですが、あ私はあ、まあ、一つの決断をいたしました。そののの決断があ、まあ、この4月の1日から 防衛大学校というところにまあ移るということになったわけであります。私が学部の時代に支持しておりました石川忠夫先生、まあ後慶応義塾の塾長になりますが、石川先生が私を慶応義塾に残してくださるというときにいろんなお話をいたしましたが。 その時に先生はつまり大学人は次の5つのことをやらなければいけないというふうに私に言いました1つは何かというとそれはもう今でもなく研究だと研究はそれは学者としてきちんとやらなければならない2つ目に話があったのは教育をしなければならないとそれは大学人でありますから 学生を教育するということをきちんとやらなければならないと、だから第3番目にやらなければいけないのは、大学人は当然、大学の行政もやらなければいけないと、つまりアドミニストレーションもきちんとやらなければいけないと、特に給料をもらっている以上、そのアドミニストレーションと教育の部分はきちんとやりなさいということを言われました。 第4番目にやらなければいけないのは、それは社会的活動ですよということでありました。つまり、社会的啓蒙活動を含めて、それは国際社会におけるさまざまな会議等を通じての活動も含めて、社会に還元する活動をしなければならないと。だから最後に第5番目に言われたことが、それは何かというと、後進の育成であると。つまり 後継者をきちんととと作れということでありましたつまり、えー、自分自身の後にどういう研究者がつながるのかということで研究者をきちんと後進を育成しなければならないということをお話しされましてそれを肝に銘じてこれまで、えー、慶應義塾で30年間教鞭を取ってまいりました。で もちろん私今回今ご紹介にもありましたように中国あるいは東アジアを研究する専門家が防衛大学校の校長に就任したというふうによくその前振りで使われるわけでありますけれどもよく考えてみますと大学におきましては結局のところ研究と教育と大学要請と。 いうことでございまして、この三本柱を一生懸命やってきたということになります。で、えー、私の顔はおそらく研究者としての顔で、相当に皆さんは評価をしてくださったのかなということで、非常に嬉しく思っておりますけれども、まあ教育者としてもですね、必死にやっておりまして。 大学ではもちろん講義やいろんなことを通じまして、また私のゼミも、約600人ぐらいの学生が30年間で出てまいりましたということもございますし、また皆さんは全く私のもう一つの顔を存じ上げないというのは、大学の行政人として30年間やってきたということであります。 大学の行政人の仕事は基本的には大学の評価を上げる、えつまり私の場合は法学部におりましたので、え当時30年前は法学部は非常に低かったものですから、それをお私学トップにまで上げるという仕事を30年間でやってきたということでもあるわけでありますけれども、それ以外にも、 もし入試の話だけでもここにもし時間をいただければ1時間ぐらい軽くお話をすることができるぐらい表に出せない仕事をだいぶやってきたということであります。ということで今回防衛大学校長に就任させていただいてですね私が今フルに発揮し始めているのは大学30年間勤めまして大学の行政人としての仕事これを踏まえてですねどういうふうに できるのかあるいはどういう違いがあるのかということを感じながらやっているという部分がございます。現在、防衛大学校ではあの教鞭は取っておりませんので、これもこれから、ちょうど今2ヶ月でありますから、これから学生との接点をいろんな形で持っていかなければならないというふうに思っているところであります。い、ま、ずれにしましても、私学30年間勤めましたので、そこから比べますとです、ね、本当に、 新鮮な出会いをしているということであります防衛大学校は現在校長を私でありますが副校長が、まあ、実質3人おられるわけであります一人の副校長はこれはまあ防衛省から来られている方でありますけれども実質管理、まあ、行政といいますかそうした部門企画、まあ、そうしたことを担当されもう一人の副校長が 教員の中から選ばれた選抜された先生でございまして学者の方が長年教鞭を取られた先生が担当されてこの方が研究と教育を主観するということになっておりますもう一方幹事という名称でございますけれども自衛隊からの現在は陸上の方が担当されていて訓練そして 実際のそうしたですね。様々な活動学生の活動ま、そうした部門についての主観をされるということになっているわけであります。そして私はその上に立つということになります。けれども、まあ、現在え、防衛大学校のまスタッフはどれぐらいかといいますと、おま教員教官でありますねこれが約300。 何十人か、三百五十人ぐらいいるのではないか、というふうに思います。これは、学者を中心としているわけでありますけれども、そして、防衛省を中心とした事務スタッフがです、ね、約二百数十人おられます。そして、自衛官の方も二百数十人おられるということであります。従いまして、七百、七、八十のスタッフがいるわけでありまして。 そして学生数は全体で大学院よりまして約2000人ということであります。という意味では非常に手厚い指導ができるという体制になっているのではないかというふうに思うわけであります。で私がなぜその慶応に勤めた30年とだいぶ違いを感じているかと申しますと、まあ、一言で言いますと 一般の大学は基本的には学力向上と知力の向上ということが主たる目的でありますけれども防衛大学校の場合はそれは1つにすぎないということでありまして同時に気力と体力を養うということであります。知という,ふうに言っておりますけれどもこの3つが あ同じ柱でございますので結局そのま道徳教育精神教育そして同時に体力というものこれがですね三本柱それぞれを構成しておりますので普通の大学ではそういうことはまずありえないわけであります基本的には学力というところに中心を置いているわけでありますもう一つ普通の大学と大きく違う点が ございますそれは何かと言いますと例えば私が私学に勤めておりまして私が本当に学生たちにいつも言っていたことは「君たちの使命は一体何か」と「ミッションは何か」ということを大学4年間で探せとそれは君たちの個性を発見する旅でもあるんだということをよく申しました。そのの個性ととということと君たちのミッション一体何が 社会ののたために君たちできるのかということを考えなさいということを言っていたわけでありますけれどもしかし現実の話は今のような不況のような状態になりますと就職でいいところに就職できるかどうかというのがこれがやはり大学の3年の終わりぐらいから一番大きなテーマになるわけでありましてどうしても大企業にみんな入りたくなりますので その大企業に入ることと自分の人生とそのミッション、君の個性は一体何かということを言おうとしても、そんな余裕は正直最後の瞬間はなくなってきます。そして、周りがいいところに入っていきますと、みんな焦り出すというようなことで、まあ、大体、ある種の偏差値的な輪切りのそうしたスタイルは、大学に入っても変わっていないというのが現実だと思います。ですから 大企業に入れたかかどうというようなところが実際あってですねそれをどうやって元気づけるかと君たちはそこのところでも自分たちの使命を果たしなさいということをよく言うわけでありますけれどもそのあたりが今のような不景気であると特に現実にはあったわけでありますそういう意味では高校までの雰囲気と ある意味では、大学出るときも基本的な構造は変わっていない、年功序列の時代とあまり変わっていないという感じがしておりました。ところが、防衛大に行きまして、この点は非常に違います。私はもうほとんどミッションとか使命感という言葉を使っておりません。というよりは、それが決まっているからです。つまり、国を守ると。そういうい自衛隊の 幹部自衛官になるというふうにもう決まっているわけであります。ミッションは国と国民を守る。平和を守る。安全を守る。これはもう、そのために入ってくる学校でございますので、将来のその幹部を養成するということであります。ですから、もちろん、4年間の間に、その点を強調はいたしますけれども、 しかし、これはもう地名のことでありまして、むしろ、君たちの個々の人生とか、あるいは個性とか、あるいは学生の主体性とか、そういう部分とどういうふうに全体の調和、あるいは規律というものとバランスをとるのか、ここのところがむしろテーマになってくるということだろうというふうに思います。 したがいまして私も年はある程度取りそして、えーまあ、自分の人生これからという時になぜ決断をしたかというのは私自身も実はある意味のコンプレックスを持っていたということでありますミッションあるいは使命感ということを学生に語りながら自分自身は さまざまな社会活動でさまざまに議論をし分析をしているとしかし自分が責任を持って国家あるいは国民のために直接働いたことがあるかと言われたらそれはどうかなという部分が自分にはありましたそのコンプレックスをやはり今回最後のチャンスだということで 取らせていただくと、まあ、正直申しますと、この仕事はあ非常に厳しい仕事だということは分かっております。さまざまな分野から圧力がかかってくるでしょうしまたあ、発言も相当に制限される部分も出てくるでありましょうしこれまでは全く自由に語ることができたわけでありますししかし、えー、もう現在は国家公務員でございます。 という点を考えていきますとまあ、これも非常にチャレンジでありますで、しかも、えー、今あの例えばこういうようなところでいただいても借金は全て学生の交友会というところに寄付という形になります、えー、つまり学生たちの活動のために入るということになりますからあもう私は一切ほとんどバイトはできないと ですね、バイトというのは非常に変な言い方でありますけれども副業はもうないという状況であります。という点を考えていきますとしかしそれ以上に私は4月以降自分の人生が非常に明るくなっておりますそれは非常に気持ちのいい空間でそして自分のなんて言いますか新たなチャレンジをしているということであります。 私が就任を引き受けしたのは3つの理由がございますそこに書いてあるとおりでございますけれどもまず第1には日本を取り囲む内外情勢は非常に難しいということでありますしかも将来像は非常に不透明になってきているということであります地震や津波原発 エネルギー供給をどうするのか、社会保障、経済、TPP どうするのか、f t をどうするのか、あるいは政治の安定、そして安全保障、将来不安というものが心理的な不安と言ってもいいかもしれません。根幹を突き詰めていきますと、それはある種の心理不安ということになるのかもしれませんか。 現実的なテーマでいきますと、やはり社会保障と安全保障というのは、日本の二大テーマだというふうに私は思っております。つまり、社会保障は国民の安心感、そして安全保障は国家の安心感、もちろん安全保障は最終的には国民の安心感を作り出すものでもあるわけであります。で安全保障の重要性というのは、 これはもう言うまでもないことでありますで。安全保障と申しますと、これは専門の立場から言えば、まあ、ハードとソフトの側面があるわけであります。ハードは言うまでもなく、国防、あるいは防衛といった分野になるわけでございまして、えーまあ、世界の軍事情勢などを含めてです、ね、その世界の安全ということをです、ねまあ、どういうふうに 維持していくのかこれはやはり非常に重要なテーマであり我が国にとっても非常に今重要なテーマでありますでソフトの面は何かと申しますとある意味では広く捉えればこれは人間の安全保障というふうに言えるのではないかというふうに思いますそれは我々が今直面しております東日本大震災以降のそうした自然災害 そうしたことに対する復興、これも含まれているかと思いますし、感染症の問題や、あるいはさまざまな食料の問題などもそうだと思いますけれども、その安全保障というのは、ソフトの面にも、人間の安全保障というような形の中で大枠では語られる、そうした側面が出てきているということだろうと思います。でさらに 別のくくりで安全保障を考えますと、ナショナルな安全保障という部分もありますし、リジョナルな安全保障という地域的な東アジアというような地域での問題、あるいはグローバルな安全保障の問題もありうるということで、まさに安全保障というのは、世界的に社会保障の問題などが大きく問題になっていると思いますけれども、同時にその影に隠れて、安全保障というものがあるのではないかと。 いいうふうふに私は思いますそれは特にグローバルな世界が広がるに従って経済的には相当に国境を越える経済活動あるいは人の移動あるいはさまざまな文化の移動というものが起こっているこれによって相当に融合する側面が世界中で起こっているわけであります。しかししか世界は依然として 国民国家によって区切られているわけでありまして、そこに暮らす人々に説明責任をそれぞれ持っているということになりますと、グローバルな状況だけを受け入れるというわけにはいかない、えつまりそれぞれの国民国家の枠の中での状況説明、あるいは 説明の責任というものが起こってくるわけであります。そうすると、その国民に対する説明の論理を優先するのか、あるいはグローバルな現実の方を優先するのかと、まあ、当然、ここにはジレンマが起こってくるわけであります。これが現在の国際関係の最も難しいテーマになってきているということであります。しかしか現実はどんどん進んん進でいると つまりグローバル化はどんどん進み、国境というものはなくなってきているという現実が進んでいるわけであります。まあ、例えば日中関係をとってみましても、日中関係では投資の状況は、例えば貿易もそうですが、相当に勢いよく進んでおりますし、特に日中関係は政治的には問題が多いわけでありますけれども、にもかかわらず、投資などを見ていますと、 ものすごい勢いで、世界に例を見ないぐらいに、日本の投資は、対中国投資は上がってきている、もちろんこれは円高とか、さまざまな状況もあろうかというふうに思いますけれども、いずれにしてもですね、そのような状況が起こっているという事実がある一方で、それであるがゆえにという側面もあるんだろうと思います。つまりは、それが進むがゆえにですね、 一体、その、安全保障を含むですね、国内への説明責任が本当にできるのか、国民を本当に守ることができるのかというような、そうした懸念が出てくるということだろうというふうに思います。でもう少し安全保障の問題を申し上げますと、やはり東アジアというのは、依然として安全保障の問題は非常に大きいというふうに私は思っておりますし、それが軽減されているというよりは、 より大きききくなってきていいいいるるととうううううふふにに考えるべきだろうというふうに思いますで今でもなく北の問題もございますしそれ以外のさまざまな問題もありますけれども当然中国の台頭ということに対して一体中国自身が今東南アジアあるいはそれ以外の国々とも相当にいろんな問題を抱え始めておりますけれども まあ言うまでもなく、我が国ともさまざまな圧力を抱えているというのも事実であります。そういう点で、中国がどこにこれから向かうのかというのは、ちょうど今、私は大きな分岐点に差し掛かっているのではないかというふうに思いますが、これ以上、中国の話をし始めますと、これでそのまま行ってしまいますので、このあたりで止めさせていただいて、いずれにしても東アジアの問題というのは、相当にやはりあのこれから、 国内のそれぞれの説明がありながら、そして同時にグローバル化が進んでいくという、ここの部分をどういうふうに調整するかというのがですね、非常に重要になってくるというふうに思っております。でそういう意味では自衛隊の役割というのは、ますます大きくなってきているということであります。でそれは言うまでもなく、国防というのが主たる自衛隊のテーマでありますけれども、ご覧のとおり、 昨年来の東日本大震災で約10万のこの力を使ったわけでありまして、まあ、正直申しますと、東アジアの安全保障などを考えてもです、ね、それだけ避ける数値では本当はないわけであります。そういう意味では、限られた人の数、それほど増えているわけではありません。 そして同時に、ご承知のように防衛費も年々少しずつ下がってきているという状況であります。そういう中でですね、どう対応するかというのはです、ね、非常に我々にとっても問われる課題であると、まあ、正直、学内におりましても、経費はまあほとんど増えませんので、まあ、異例の部分、例えば国際化をしたいとか、あるいはこの部分の建物がもう危ないとか、ありましても、全く今、手がつけられない状況でございまして、 えーまあ、新しいことができないというのがです、ねえー、つまりは何かを潰さなきゃいけないということでありますけれども、まあ、それはやはりそれなりに非常に苦しんでいるということは、まあ、これは我々ではなく、日本全体が今、そういう状況だと思いますけれども、ただやはり選択と集中というのは、私は必要ではないかなという感じがしております。というようなこともございましてです、ね、国際貢献もおそらく自衛隊はようやく、 時間がか,かかりすぎだというふうに私は思いますけれどもカンボジアの PKO から始まってご承知のように自衛隊の海外における活動をどう思うかというのは9割近い人たちが評価するということになっておりますし。 また、昨年来のさまざまな活動に対しても評価をいただくようになってきていますで。この点についてはまた後ほどお話をしたいというふうに思います。えー、ということで、えー、南スーダンなどでの活動も相当増えてきておりますが、まあ、相当苦しい状況もいろいろな問題もあるようであります。そうしたこともこれから世界において、やはり顔の見える形できちんと貢献しなければならないと。と というのは、これは当然のことだというふうに私は思いますけれども、そういう点で、どうやってこれを伸ばしていくかということも、やはり一つの大きな課題であります。ということで、私自身は、なぜ今回、学校就任、学校長就任を決断したのかと言われますと、そのような、ある意味では国、あるいは国民の、そうした大きな転換期の中で、パブリックセクターにいるのも、 幸せであります私慶應義塾にいたのは30年間本当に幸せでしたし学生時代を含めますと40年間ですけども本当に何と言ってもお礼を申し上げても言い切れないぐらいの幸せな空間であったというふうに思っておりますけれどもしかし残りの人生はパブリックなセクターで少し自分を挑戦してみたいということであります。 から第2にここに申し上げたいことは何かというとやはり東日本大震災というものの衝撃ということでありますで、まあ、これ自体が自衛隊の本来の仕事ではありません阪神大震災の時は自衛隊のへの依頼が遅れたということもございましたできるだけ早くその人命救助の観点からいたしますとやらなければならないところが どうしても遅れてしまうというのが反省点としてあったわけでありますが、まあ、今回は比較的早くこれができたということは、良、まあ、かったというふうに思うわけでありますけれども、まあ、東日本大震災で見えてきたのは、私はですね自衛隊ということに限らず、ですね日本社会のある意味では底力というものを見せたということなんだろうというふうに思います。 特に東北の人たちは我慢強いと、私も実はあの期限をたどりますと、ルーツは東北にございますけれども、えー、仙台の国分町あたりは私のルーツに行くようでありますけれども、えーまあ、私、先週、東北の被災地を視察してまいりました、私、あのこの今回、防衛大学校の校長に就任させていただいて、 とにかく最初に東北の被災地と部隊を回りたいということで、お願いのわがままを受け入れていただいて行ってまいりました、次はぜひ沖縄に行ってみたいというふうに申しているんでありますけれども、先週3日ほど行ってまいりまして、途中、大事なところは、ヘリも出していただいて、少し本当に丁寧に説明をしていただき、勉強してまいりました。 もう見るも無残な光景というかもう言葉に表せないと横にいた自衛隊の幹部の方があーパッと横を見たら涙を流されているのを見ましてですねそれはあその時のことを思い出されたようでありますけれどもそういう非常にこう何て言いますか3日間あの心を洗われるようなそういうあの。 旅でございましたけれども私は今申し上げたように日本社会の底力というものをやはり今回の震災は見せたそれは例えば東北というのはそれほど注目される地域ではないしこの経済的不況の中で、えー、ある意味では相当に見捨てられてきた部分もあるかもしれないしかし世界中の部品を供給するようなそういう工場もたくさんありですね 世界が困ってしまた東北の小さな漁村あるいは農村が非常に活力がありそして日本全体を支えてきたということもありますしまた非常にですね先ほど申し上げたように我慢強い性格で不満も言わずに人のことを考えてきたと、まあ、こういうものを見てきたわけであります。 これはあ,のある意味では日本社会に昔からあるある種のつながりというかまあそうしたものの古き良き日本の文化だと思いますけれどもそうしたものが残っているということだと思います警察にせよ消防にせよ解放にせよそれから私の学生もアルバイトをしながら毎週ボランティアで行くという学生もおりました学校来ないのはどうしたんだとバイトやってますと 毎週行くためのお金を稼いでますということで、じゃあまあしょうがない、それやっとけというですね、まあ、いうような学生もおりました。で、まあ、そういうこの中で、自衛隊が非常にこう洗練された、規律、そして最後のこういう組織としては、最も訓練された、日本で最もその規律ある組織であります。私はなぜ今回自衛隊がですね 92%はこれはまあ今回の震災に限らず評価をいただいているとただ自衛隊の中ではこれをですねお、えー、ってはいけないということを皆が内部では強調していますそれは過去自衛隊自体がいろんな意味でアレルギー現象も含めてですねいろんな経験をしてきたと。 いうこともあるので、えー、我々は地道に活動を続けるべきだということを内部ではお話を今でも皆さんしております。えー、ということで、えー、見ておりますとですねその私が思うのはですね先ほど横で一緒に私を案内してくださった幹部の方が横で涙を流している方がいたというのに見られるようにですね、えー 非常にヒューマンなあ、まあ、隊員といいますかね、えー、それが徹底しているということをです、ね、ご承知だと思いますが、あどこ行っても私も、あのー、3日間ですけれども、お隊員の方々はですね、えー、ご遺体と必ず言いますよね、こう絶対に一人として一言でも外したことはありません。 えー、でしかも非常にあの真摯な言い方をされますしとにかく何度もいいからとにかく人の命を救うのが我々の仕事だということですよねで非常にヒューマンな組織としてこれはやはり戦後のおある種のヒューマニズムというかそうしたものがですね、えー、かつての軍国主義ではないですねつまりヒューマニズムを持ったそうした組織に変わってきていると。 いうことをですねつまりここにあるのは自由と規律の問題であります。昨日も私は学校の会議の中でこのテーマをだいぶしゃべらせていただきました。それはまた後ほど少しお話をしたいというふうに思いますけれどもそういうその60年間の私は今回出てきたそのヒューマンな行動というのはその瞬間に皆に見せるためにやってるわけではなくてそれはもうそういうふうに教育をされ 鍛えられてきたからこそそういう姿が出たというふうに思っております。まあ、そういうことをですね、あの感じたがゆえにですね、えー、特に福島のあの原発の事故の時にどれぐらいのその放射線が出ているのかわからない中で放水をしているあの瞬間に私は上大の校長をお引き受けするということを決めさせていただきました。まあ、そういう ここととととがあったたいいいうことを申し上げたいと思いますこれからやや時間の関係もありますので、ここから少しあの早めていきたいというふうに思いますが、第3番目は、まあ、これは、あその慶應義塾と防衛大学校とのゆかりといいますか、縁ということでございます。でこの縁はですね、防衛大学校に参りますと、どなたもお分かりいただけると思いますが、あー 三音人がおられますそれは吉田茂元首相とそれから小泉進三慶應義塾の元塾長でありますそして牧人萌先生でありますで戦後吉田茂総理は民主主義時代の士官学校を作りたいとでその民主主義時代の士官学校というのは 戦前を反省しつつ、新たな形のその士官学校を作りたいということを考えておられて、そして、当時の、現在の天皇陛下の教育係でございました、小泉慎三先生、小泉慎三先生は、かつての慶應義塾の塾長でございます。相談をしたところ、牧友雄という、 素晴ららしい先生がおられると実は小泉新造塾長自体の片腕として尽くされた先生でございますこの牧智先生というのは私もいろんな意味でお世話になったことがございますけれども直接にはございませんけれども学問的な意味でもお世話になったことがございますがオックスフォード大学の卒業生 でございますもちろん慶応の卒業でございますけれども、オックスフォード大学の卒業でございまして、民主主義の専門家であります、西洋政治思想史の専門家でございまして、この牧先生があ慶応義塾の学児担当常,常任理事ということをされていたんですね、小泉塾長時代に。この牧先生があ まあ初代の校長として防衛大学に来られましてそして、えーまあ、つまりは防衛大学校というのはあ文官があ校長になるということになったわけでありますおそらく世界でも珍しいケースだと思いますがほとんどが軍人があそうした士官学校のトップになるというふうに思いますがあ日本では 戦前を反省したのかか吉田茂総理が民間人かなとということで牧先生が行かれた牧先生は民主主義の専門家でございますので、デモクラシーとは何かということを、多く事業、まあ、授業ではなくていろいろと壊されています、今でもすべて残っておりますので、迷うときはいつも、牧先生の書かれたものを私は持ってきて、何を言われたのかと。 やはり一つの大きなテーマは自由と規律の問題であります、個人と規律の問題であります。同時に、かつての精神主義ではなくて、科学的思考ということ、そして真摯な武人という発想である、つまり、ジェントルマンでなければならないということであります。そそうしたイギリス流の民主主義と言いますかそこを徹底的に あの研究されてきた牧先生があ、まあ、初代校長として十数年間防衛大学の基礎を作られて今でも牧記念室というのがございますし胸、えー、像も立っております、えー、そして、えー、今年60周年でございまして牧先生をちなむですねさまざまなことが予定されております、えー、ということで、えー、牧先生が防衛大学校ではある意味ではまあ神のごとき存在でございまして そういう意味では、すべて原点はそこにあるということを申し上げておきたいというふうに思います。ただ、この時代はああ理系の大学校でございまして、す、え、べ、ー、てが理系しかございません。現在も中心は理系でございまして、8割が理系です。で、2割だけが文系であるということであります。 でまあ、実は留学生もたくさん取っておりまして、まあ、国際化も進んでいるということを一応申し上げたいというふうに思います。特に東南アジアからの留学生が100人を超えているということであります。まあ、2000人の学生のところに100人を超えておりますので、えー、相当に多い数だというふうに思います。それからもう少し歴史を、こちらの新しい方に持ってまいりますと、第3代が猪木正道先生でございました。 私も学生時代に猪木先生の本はたくさん読ませていただいたわけでございますけれどもで、この猪木先生もやはり非常に悩まれたというふうに伺っております。その学校長を引き受けるかどうかというときに、それこそ京都大学では反対運動まであったというふうにお聞きしておりますけれども、猪木先生は牧先生の書かれたものを読んで、そして決心されたと。 という,ふうに伺っておりますそして猪木先生がその次に考えた学校長は実は私のの恩師の石川忠夫でございましたおそらくその一人だったということだろうと思いますが私がちょうど大学院の頃でありますけれども石川忠夫先生が防衛大学校の校長になるという噂がファッと広がりました。 でご本人に確かめることはできませんでしたけれども、まあ、ほぼ確実だというふうに私は伺っておりました、えー、猪木先生と石川先生は非常に親しい関係にあったのも存じ上げておりますということで、えー、私は大学院生ですから当時どうなっちゃうのかなというふうに思っていたわけでありますが石川先生があー塾長になられたんですね慶応義塾のそれでもって 結局、萌え大には行くことができなかったという、まあ、こういう歴史がございます。そしてその後石川先生が16年間、慶応の塾長を務めるんですが、もう一度、実は石川先生、ご本人だったのか、その辺はよく分かりません。ご相談がどこからか行っているようであります。そして石川先生が推薦されたのは、石川先生の塾長時代の16年間を支えた。 常任理事であった松本三郎先生、法学部の教授であります。で、現在、藤沢キャンパスというのが、慶応では外に売りになりましたけれども、その藤沢キャンパスを作ったのは、全部中身を具体的に作られたのは、松本三郎先生でございます。石川塾長の時代に、片札として作られたわけでございまして、まあ、学校行政は、まあ、最も精通している先生でございます。 この松本三郎先生は東南アジアの専門家でございますけれども、私の恩師でございますけれども、第6代の学校長ということでございました。その後、西原正先生と、それから伊予木部誠先生が第7代、第8代という形で続けられたということであります。というような縁がございまして、私は防衛大学校に今回、 決断をさせていただいたただと、まあ、こういうゆかりがございまして4月の初めに石川先生のところにお墓参りをさせていただいてそしてご報告をしてまいりました何かあると私はよく石川先生のところに参りまして石川先生とお墓に向かってご相談をするということを今でもやっております私は喜んでくださっていると いうふうふに確信をしております石川先生がおやりになりたかった、しかし、それができなかったという部分があろうかというふうに思います。で防大生に対してどういう抱負を持っているかということでございますけれども、まあ、これもいろんなところでもうすでにお話をしておりますので、またあーホームページ等々にも出ておりますので、簡単に申し上げたいと思います。まあ、やはり幹部自衛官としての自覚ということですね。 これは将来幹部になりますですから、途中で、もう挫折したというような人たちにとっては、これはやはり仕方がないという部分が私はあると思います。やはり将来の幹部になるわけでありますから、それなりの自覚を持った人になってもらいたい、幸いなことに、いわゆる民間拒否とかそういうのも相当に減ってきております。 でもちろん、これについてもいろんな議論があります、今、償還金のテーマがございまして、つまりは途中で、えー、途中でいうよりは、まあ、この、認可を拒否したような学生に対しては、卒業生に対しては、あその授業料を、授業料というよりは、授業料ございませんので、えー、一応、その毎月あの給料の形で出ておりますので、まあ、それを返還していただくとで、それも年数に応じてと。またあの 最初は任官したけれども、早めに辞めたとか、まあ、そういうことについても、これをどうするかということで、今、国会に一応、その議案としては言っております、ただ、これについてはいろんな議論があって、まだ通過しておりません、まあ、いずれにしてもです、ね、まあ、そういうことが今、一つのテーマになっておりますけれども、幸いなことに拒否する学生は非常に少なくなってきているということであります。 で見学の精神は、これは、牧時代からそうでありますから、連智、親友、礼節という言葉がございます。これがあの、いろんなところにございますけれども、同時に私が申し上げたいのは、知力、気力、体力と、先ほど申しました、それプラスやはり使命感ですね、これがまさにオパラダイのスピリッツであるというふうに思っております。この三拍子揃った、そしてその使命感に燃えると。 いうのはやはり最後の取り出ということで、ですね私もこれ、いろんなところでもすでに申し上げておりますけれども、フォワードではございませんので、ゴールキーパーとして最後のとにかく全体の試合を見ながら、最後のゴールキーパーの役割を果たすということだろうというふうに思っております。で、第二に申し上げたいのは、これはつまり、他者を理解する良き社会人になってほしいと。 いうことでありますそれはつまり、真の紳士淑女にして真の武人という言葉これが今、学校の一つの見学の精神になっておりますけれども、やはりヒューマンであってほしいということであります、個性も大事にしてほしい、それはミッションが明確なだけ、目的が一つにまとまっているだけに、それぞれの人生や個性も大事にしてほしいというふうに思いますけれども、 そのそのときにやはり他者を理解できる、そういうヒューマンな人になってほしいというふうに思います。それはまあ決断力であり、責任感もあり、そして他者への配慮という形で書かせていただきました。それはもちろん他者への配慮だけでは困るわけでありまして、自分自身の決断力と責任感がなければ、これを前提としての他者への配慮ということであります。からもう一つ私が強調して、 いつも3番目に出すんですが、いつもそこがトップに出されるんですけれども、メディア上ではです、ね、真の国際人ということでありますね、でこれはあもちろん、えー、国際化はだいぶ進めております、特にイオキベ工場の時代に相当に進んでまいりました、でえーまあ、今のその地域の安全保障や、あるいは自衛隊の役割を考えても、やはり世界情勢をどういうふうに冷静に読み解くかと。 いうことは必要でありますそういう点で、真の国際人というのはですね、やはり外を経験してくるということも非常に必要であります。で、また、現在、よく言われておりますけれども、先般もイギリスの友人に聞かれたんですが、授業は全部英語ですかと、聞かれたんですが、い,いえっと、留学生も日本語でやっていますと。 まあですから、留学生も実は全部日本語でやっておりまして、相当に深いネットワークがもうできていることは間違いないんですけれども、ただやはり、実際のエプロエーション、あるいは先週も東北に参りまして、大学校の卒業生、もう数多くの卒業生と意見交換をしてまいりましたけれども、やはり陸にしても、英語をやっておけばよかったというふうに思う学生が非常に多いようであります。そそういううういい意味ではここをどういうふうにこれから ただ、予算の問題もございましてです、ね、どこか削らなきゃいけないということになりますので、この辺がですが、ね、留学生ももうピークに来ておりまして、どこか入れるとなると、どこか削らなくちゃいけないということになるこれまた難しいということを、ね、民間からのお金も簡単には入れにくいというのが、現在の今の国と民間との関係でございますので、そういう点でどうやったらやりくりをしたらいいのかと。 いうこととをを、ねまあ、非常に頭を悩ませる慶応、まあ、にいたときはその辺が非常にやりやすかったんですけれども、えー、この辺が非常に頭を使わなければならないということなんですが、えー、変に使いすぎて、後から何か言われると困るなということですよね。まあ、ですから、まあ、このあたりの国際化をどう進めていくか、外国人教師も含めてです、ね、あの進めていかなくちゃいけないなというふうに思っております。ですかから内向き日本をこれどうにか 外向きにするという、その模範としてですね、防大学校があるといいなというふうに思っておりまして、世界の士官学校交流などに、あるいは世界のいろんなシンポジウムに、防衛大学校の学生がこう進んで出ていって、議論を展開するというような、そういうのを私はあの描いておりますので、そういう点をどうにかできないだろうかということを今、考えているという毎日でございます。ということで、きょうはあのややあのいつもの 調子とは違う形でお話をさせていただきましたけれども、これもやはりあの日本国という現在の我々が暮らすこの大事な社会における一つの重要なテーマだというふうに思っております。えー、という点で、少し時間を割いて、えー、お話をさせていただきました。ごごどううもあありがとうございました、あのー 国分校長、どうもありがとうございました。それでは、えー、質疑をまず坂東さん代表次お願いいたします。え、はい、えっと客員の坂東です。それでは、ちょっとあの会場からのものも含めて、えー、代表質問という形でやらせていただきます。えー、っとまあ、先生あの？ アドミスレーターとしての側面を強調されてあの中国専門家としての部分はちょっと極力抑えてお話になったと思うんですがあの聞く方とした筋色の方にも関心がありますのでちょっと中国,中国に絡む問題についてお伺いしたいんですけれどが、まあ、日本を取り巻く安全保障環境ということでいうとやっぱり一番大きな変化は中国の台頭であり、まあ、中国の海軍力増強。アメリカもです、ねシーバ 戦東大を打ち出してきていますけれども、まあ、そういう形であの、安全保障におけるです、ね、日本の安全保障におけるその中国の意味というのは非常にまあ大きいと思うんですが、その点について、やはり中国専門家である先生がです、ね、膨大の校長になられるということについて、まああのえー、どういうその知識を生かされていくような場面があるのかあ、もしお話できる方だったら、お伺いしたいと思います。いかかがでしょうか はいあのーまあ、私、防衛大学校は非常に大きいもんですから、あのー、私、かつて学会の会長をやってる時もですね、えー、その時は中国問題をやらないという原則を貫いておりましたけれども、つまりそこに偏るということ自体にバランスを欠くとで、そこを他の人が言ってくれるなら、その時は議論しますよということで、これまでやってきましたが。 でただそういうわけにももちろんいかないだろうというふうに思いますし、私もこれまで中国研究を30年間やってまいりました、そういう意味では、ただ、もちろんさまざまな機会にいろんな形で発信はしていきたいというふうに思っておりますし、またその点について制限されているわけでも、話もありません。 ただ、もちろんあの政治的な立場ということについては、まあ、現在、国家公務員でございますので、発、ま、言、あのそれぞれの行動はあろうかというふうに思っております。ただ、私の得意技はいつもあの価値判断を下すことよりも、まあ、現在の状況がどうなっているかという分析をするのが、学者の使命であるというふうに思っておりますので、その学者としての その分析という部分は、依然として現在も続けていきたいというふうに思っております。そういう点で、中国の存在をどう考えるかということでありますけれども、それは言うまでもなく、中国が台頭しているということは事実であります。その台頭の在り方というのが問われているんだということだと思いますね。その台頭ののり方というのが 現在、中国がどれほどの説明責任を果たしているかということと、それから現実の実力分析をどういうふうに我々がするかということになろうかと思いますけれども、結局、中国の現在までの,その説明の仕方というのが、非常にやはり公式的になりがちであるということ、これは誰もが、我々が言っているだけではなくて、世界中がそう見ているということでしょうし、 おそらくあの心ある中国の人であれば、おそらくそれは分かっていることだというふうに思いますね。で、同時に透明性の問題にしてもです、ね、まあ、実際のその軍事力がどれぐらいあるのかというのも、まあ、これも非常に不透明な部分があるというのは事実であります。だいたい世界のさまざまな機関が出しているのは、まあ、2倍から3倍というふうに言われているだろうと思います。 ただもう一つ我々が驚くべき事実としてこれは公表されているわけでこれもだいぶ注目されていますけれども社会管理費社会治安費というものが現在中国においては公にされている国防費よりも額が上になっているという事実があるわけでありましてそれほど社会管理あるいは治安にお金を使わざるを得ないような その社会状況とは一体どういうことなのかというふうに感じるわけであります。まあ、おそらく中国の今の状況というのはですね、な、え、ん、ー、と言ってもすべてが国内のまさにこれから政治的な方向性、政治の権力の方向性といった方が分かりやすいと思いますけれども、まあ、それにすべての勢力が費やされていると言ってもいいかもしれません。 90%以上、あるいは95%以上と言ってもいいかもしれません。それが現在、国内の権力の闘争に使われているという感じがしてなりません。そういう意味では、国際社会に対する配慮は非常に欠けているということであります。特に中国の場合は、外交というのは内政の延長である、その度合いが強い。それはどの国よりも強い。どの国ももちろん 外交というののは内政の延長でありますしかし、中国の場合は、これは基本的に一党支配の国でありますから、そうした政治体制であるがゆえに、最高指導者、あるいはトップの決めたことを基本的に守るということにならざるを得ないわけであります、それを反映した政策にせざるを得なくなるわけでありますから、そうなってきますと、それは基本的にですね、外交の方にもすべてが反映されてくるということになります。 また権力闘争が起こればですね、その権力闘争がそれ自体に色濃く反映されてくるということも事実でありますで。中国の私は外交っていうのもですね、権力闘争そのものが反映されることが非常に強いということをこれまでいろんなところでお話をしてまいりました。ここでお話したときもそういうことをお話したことがあると思います。特に対日政策は出やすい側面が あるのではないいいかという感じがいたしますでその出やすい最大の理由はなぜかというと非常に悲しいことに日本というものが中国の中で相当に存在としてある意味では傷ついても大きな影響を受けないというか、まあ、そうしたものが軽くそういうことに使われやすいところが あるので、はなないいかなという感じが少ししておりますで言うまでもなく、中国にとってみますと、国際的にはアメリカとの関係が最も重要であり、第2番目もアメリカでしょうし、第3番目もアメリカかもしれません。でこれは、どの国もおそらくアメリカとの関係は重要だというふうに思いますけれども、我が国ももちろん、アメリカとの関係が最も重要であるというふうに思います。 中国も日本との関係というのはどういうふうに位置づけているのかということでありますが私は2006年以来の戦略的互恵関係の中では日本を重視するという形に変わったというふうに思いますそれは胡錦涛政権がやったことでありますで戦略的互恵関係というものの中身はそれはつまり従来 日中関係というものが歴史問題あるいは対話問題という比較的過去の問題に行きがちであり前輪友好関係というスローガンは重要だけどしかしそれだけだとどうしても二国間関係だけに限られるとで何か問題が起きると友好に傷をつけたという話になってしまうとでそれをもう少し大きな枠組みで捉えるために必要だと つまり、日中関係っていうのは、2国間だけでやってるんじゃなくて、この関係は世界第1位と第2位と第3位だでこれがどれぐらいこの地域に意味あるものなのかということを考える、つまり共通に抱えるこの地域の問題を共通に対処していきましょうということで、より未来志向だということで、戦略的という名称をつけたわけですね。それが2006年以来、現在に至るまで続いて。 いるわけであります続いている理由はそれは胡錦涛政権だからですつまり胡錦涛氏がこれを決断してそして最高指導者の決定を逆らうわけにはいかないというよりはそれが最高でありますからそうなっています日本では安倍首相がその時決断をしてくださったわけでありますでそれ以来翌年ご承知のように恩家宝総理が日本の国会で 有名な演説を行ったわけで、まあ、世界的に有名な演説でありますけれどもつまり日本政府は何度となく歴史問題についてお詫びをしてくれたとでこれについて中国政府と中国人民は高く評価したいとそしてさらに続けてしゃべった言葉が戦後の日本は平和と発展だったとこの道をそして今日の繁栄を築いたことを高く我々は まあ評価したいとこの道を続けてほしいと、まあ、こんなような話を国会で演説されて、まあ、それがまあ中国の一つの対日ラインという形になったんだと思いますただし問題はですねでそれ以後2008年に胡錦涛国家主席が日本に国賓として来られたでその帰られた2日後に四川の大地震が起こったで日本の救援隊を最初に入れることに決定したまあそういう関係がございました そういう歴史のプロセスを見ていきますと、胡錦涛時代というのは基本ラインは日本重視ということで来ていると思います。で、今でもなく先ほどからお話しているように、アメリカは最も重要な国だというふうには、これはまあ当たり前のことでありますけれども、日本とも関係が大事だと。なぜかと言いますと、その当時から現在に至るまあアメリカ中国の中に一つの大きな議論があります。これは公に出てます。学会の雑誌見てててもたくさん出いいますどうう書いてあるかというと 日本はアメリカとの関係さえ、中国はアメリカとの関係さえうまくやれば、日本は必ずついてくるという議論が国際関係論をやっている人の中には、中国の中には結構多いわけであります。それが相当に出てます。でそれに対して、まあ、つまり日本は日本独自で重要だという形に、議論が変わってきたということですね。で、問題は、であるがゆえに揺れるんです。 簡単に言えばそのラインに対して反発する人々がたくさんいるということです中国の中にもたくさんいるわけですこれが権力闘争が激しくなるとすぐ出てくるということでありますその権力闘争が2006年の時もまあ、いわば胡今東氏がある程度権力を取れるようになったその瞬間に戦略的互恵関係ができたわけです 事件というのがあったわけですね上海のトップの人がやられてしまったそこのところから急激に事態が変わったわけです日本に対してある意味では少し譲歩しながらもそういうことができる東シナ海の問題もその時ですよね一応合意を見たのは、まあ、そういうことができるようになったということでこれに対する反発が党内そして軍の中にももちろん強いわけですね 軍だけじゃないいと思いますよいいろんな機構の中に広がっていると思いま,すまあそういうものがですね愛国主義とつながりやすいという側面があってですね、まあ、それが権力闘争が激しくなると出てくるということでありますので私に言わせれば尖閣の時もバリバリの権力闘争のど真ん中の最中にこの事件が利用されるという部分があったのではないかとここでもお話をさせていただいたと思います。 でさらに、現在も同じようなことが進行しているというふうに思っております、まあ、方向としては、どちらかというと、胡錦涛時代がようやく固まってきたという皮肉な状況が起こっているわけです、やや皮肉な状況というのは、なんでこれから胡錦涛時代が来るのかと。 いうことでありますが、私はもう四月以降もそういう発言をしたことはございますけれども。それはご覧の通りであります。それはおそらく。彼の。政策が通しにくい。まあ、正直、彼十年間で。彼が言っていた。格差を是正するという。若い社会を作る。調和の取れた社会を作る。どころか。もっと格差は広がってしまった。ですから。胡錦濤時代は一体何だったのかと、みんな。 普通の中国人だったら、みんな疑問符を呈しているわけです、一体何だったのかと、何もできなかったじゃないかと、もちろん社会保障に関して枠組みは作りました、何もしないわけにはいけませんから、やりました、例えば保険に関してもやりました、でもお金がない、本当はお金があるのになぜか、それはあるところからのお金がきちんと回ってこない。つまり 調和の取れた社会ができてないわけですよねなぜできないか簡単な話です。それは邪魔されるからですよ。既得権益層に邪魔されるからですよ。その既得権益層並びに権力上の弱さを露呈してしまったということですよね。という点で考えていきますとそれが今回の権力闘争を通じてようやく胡錦濤さんを中心とした人たちが やりやすい体制になりつつあるけど、なんかまた今よく分からないような状況になってきて、ですねなんか最後、団子になっちゃうのかなと、ただ、あと5年待つのかなと、で <laughs> も5年あの、10年ですか5年で1回改選しますから、また5年待って、その時に完全にやるのかなと思います、そうすると習近平さんはお元気なんでしょうかというふうに私は思うんですけれども、まあ、 このような形でもすでに国家副主席も決まっていますし、そして中央軍人会の副主席にもなっていますから、まあ、このまま順当に上に上がられるというふうに思いますけれども、しかしながら、なんとなく見ていると、まあ、単純に習近平時代が始まるのかという、これについてもです、ね、相当困難が待ち受けているだろうなというふうに 思えるわけであります、まあ、いずれにしても私が言えるのは習近平さんも日本はどうも重視しているという姿勢は垣間見えます。それは非常に日本の代表団に合う傾向があるということですね。これはおそらく本来の,その、まあ、次の最高指導者ですからその次の最高指導者ただ最近ちょっとあんまりこう。 出てくる回数が減っちゃったかなという感じがするんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、えー、まあいろんなところで気を使ってるようであります。そういう意味では、まあ国金とラインであるというふうに思います。まあそういうふうにあの続けていただくことをぜひ我々も願いたいけれども、ただし中国社会はちょっとどんどんまあ中国社会はまあどん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 。 もう問題が山積みでありますからもうごそもう言わなくてもお分かりだと思いますほ本当にどこ突っついても、うん、その問題がフッと大きくなりそうな気配でありますよねそれが連動しないようにおそらく考えているおそらく世界中も今はこの間もイギリスでやった会議でもそうでしたけれども中国が経済的に破裂するのが困るというのがイギリス側の率直な意見だったし。 アメリカでも結構そういう意見が強いわけですよね。で、日本も今、相当投資が進んでますよね。で、しかし、バブルであることは間違いないわけであります。それを、統制経済だから、どうにか抑えてるわけですよね。今の割合の落とし方では全然足りないと思います。日本よりもひどいと言われる現実があるわけですよね。ですから、それだけでなく、やはり社会問題がこれだけ格差が開き、そして中国の ツイッターとか、あるいは、まあ、ウェイポーと言いますけれども、それとか、いろんなところにもう、ものすごい量の情報量が出てますよね、でさらに、もうちょっと見切れません、えー、さらに世界中の中国系のインターネット、つまり中国の国内じゃなくて、外のですね、シンガポールにしてはどこにしてあるいは格僚系が作って、ものすごい情報量とゴシップが、スキャンダルがもう無限に存在してるわけですね、そんな中からどうやって我々は選ぼうかと。 いいうぐらいですね苦しいぐらいいろんなその中央のご質問を含めて出てますよね、それを見てると、多分こういうものももう止められなくなってきてるわけですね、すごい量です、すごい量だし、そこに出てきてる、一番すごいのがやはり、高級幹部のさまざまな活動、裏での活動、あるいは資金の問題、あるいは企業との癒着の問題、そして、 アメリカにおける財産の問題資本の流出の問題そういうものがですねそのデータが一番多いですよね今ね流れてるのがつまりこれはもうそういう方向に多分政策としても少し動いてるのかなと思うぐらいに大量に出てますよねこれ見てるだけでちょっといいのかというような情報が結構出てますけれども という点でいきますと、やっぱり中国も相当に動いている。ですから、今、転換期ですね。今度、どちらに向かうか。ここで、中国が、グローバルな価値の方に行くのか。あえて、普遍的な価値と言いません。普遍的な価値を言った指導者は、これまでは、胡錦濤と、胡錦濤が2008年、日本で言いました。普遍的な価値という言葉を初めて使いました。それを使ったがゆえに、音楽法さんがその後使うようになりました。で、グローバルな価値。 に行くのか、形のないような、最近は言わなくなりましたけれども、中国型モデル、これは日本型モデル、80年代にあった日本型モデル、あるいは東アジア型発展モデル、国家主導型モデル、これの変形ですけれども、まあ、これ自体は相当に今、苦しい状況になってきています。ですから、中国自身も今、あんまり言わなくなってきた。という点でいきますと、中国が今、不況にあえいでるのはなぜかといえば、それは。 国際社会が不況だからですよつまり世界が不況だと中国も不況になるわけです。であるがゆえに中国が生き残るこれから再生するためには国際社会と共にやらざるを得ないというのが現実であります。ところがこれに対する不満が相当にあるしでしかも権力はまさに闘争しているけれども社会がこれだけ動き 社会にこれだけマグマが溜まってるっていうことですよね。そこでやっぱり乖離しちゃってる。これがやっぱり中国の一番の問題ですね。あのここに中国のメディアの方もおられますけれども、中国のメディアの人たちのおそらく情報量はすごいと思いますよ。何でも知ってると思いますけれども、まあ、この辺のところがおそらく辛いメディアの人たちの気持ちもあると思いますけれども、いずれにしてもですね、その辺のおそらく大きな転換点に向かって 出るという感じでありますでそこのところで選択を誤ると中国はこれから苦しいこと、まあ、ですから中国が今一番出てきてる逆の議論は中国が文化大革命になるのかとそればっかりですよね大混乱になるのかとそうなってはいかんという話でありますけれども、まあ、いずれにしてもあの中国の一つの大きな転換期を 我々は側面からいろんな形で言うことはできるし、できますが、最後に選択するのは中国政府と中国人民ですから、ここのところは非常に大事な瞬間に来てる、だからその意味で国際世論をきちんと出すということですね、国際世論をきちんと出す、でその国際世論というのは、別に日本だけが苦しんでるわけじゃなくて、世界中が今そうですから、ただそれは中国が、 変な形に縮こまらないように、うまくやらなければならない、ちょうど今、権力的にはその方向に若干向いてるということは事実だというふうに思っています。という長いお話をさせていただきましたけれども <laughs>、えー、ここからまだ2時間でも3時間でもできますけれども、<laughs> えー、そういう意味で、えーまあ、私はこういうことを通じても、少しはあの分析という点ではお話をさせていただいて。 それがどういうふうに主観的に判断されるかは、これは皆さんのあとの判断だというふうに思っております。そういう分析を防衛大学校においても、少しの時間、あるいは会議と会議の合間の時間などを使いながらです、ね、インターネットなどを見ながら、少しずつやっているということを申し上げておきたいと思います。というのは やはりこれはまあ中国研究だけではないと思います、私もアメリカも大好きですし、アメリカももちろん行きますし、からあのまもなくアメリカのルス・大使とも一緒に食事をさせていただくとか、まあ、そういうことをお聞かしておりますし、もちろんあの中国ともいろんな形の交流をしていかなければならないし、韓国とももちろん今もう留学生も来ていますし、えー、いろんな交流があります。えー、ということで、できる形でいろいろと、あの例えば東ティモールなんかもたくさん来ています。 これからミャンマーの学生も来たいというような話もございますけれども、ただ予算の関係をどうしたらいいかとか、いろんなことがございます、モンゴルからも来ていますし、中国との交流もいろんな形でございます、そういう意味で、ですねそうしたことを通じての交流を続けていきたい、ただし、やはりこういう安全保障の交流、安保交流も、ですねやはり上がきちんとしないといけないと思うんです。上ががききちんとととででないいい我々がいくら下でやっても日中関係というのは 基本的にやはりトップダウンなんですよ。上が決まらないと下に来ないんです。中国は特にそうです。我々のように市民が作り上げた外交っていうのはあるんです、我々には。NGO が作り上げてきたこの政策、これが外交に反映したってあるんですが、中国ではそれが通用しません、まだ。指導者が決めたことをやってるという形になるんです。ですから、ここのところのズレをです、ね、どう埋めるかっていうのがあります。そういういいい点ではです、ね、やっぱり上がきちんととししてくくれないと我々の交流もしにくい いうふうに申し上げておきたいと思います。以上です。ありがとうございました。あの、えー、ちょっと遠慮気味に、えー、防衛大学があの校長として、ちょっとあのお話しに行くいかなと思うんで、遠慮気味にお聞きしたんですけれども、も、まあ、国分教授のいつも通りのあの中国解説ができて、非常にあのあのまあ、この秋に。 党大会を控えた現在の中国の現状と非常によく <laughs> 分かりました、どうもありがとうございました。えーまあ、あのあの代表質問ということだったんですけど、かなりあの時間を取ってしまいしましたので、あのえー、その会場にちょっとま、ね、では、あのここからあの直接質問をしていただきます、質問のある方いらっしゃいますか、手を挙げてください、えー、社名と氏名を名乗ってから質問をお願いします。はいどうぞ どうもあの,フリーランスの川内と申します膨大、まあ、は戦前の陸,陸士・海兵の一つの反省もあってできてるんですけどもちろんいい伝統もあるんですけどねあの一つの反省点として開閉、えー、で言えばハンモックナンバーとか、えー、陸士で言えばいわゆる陸大組というような、まあ、エリート集団がですね結果的にその。 グループを作って、それがやっぱりいろんな政治にも介入してったっていうの答えあります。ただこれ教育する立場になるのは大変難しいと思いましてやっぱり成績のいい人間はですね、どこの舞台に行っても実はあの早く昇進もするでしょうし、留学もするでしょうし、でそこいらのエリート教育、まあ知力体力とおっしゃいましたけどね、そこいらをその戦前の 要するに陸,陸軍大学とか海軍大学入んないと召喚にならないとか、まあ、そういうものと過去まあ60年の膨大のそういうエリート教育というかな出世コースとか見てですね先生何か今後その自分のリーダーシップで、まあ、過去大変良かったから続けたいのも結構ですし、まあ、こういう点はもう少し考えるべきかなというようなことがあれば。 今後の大学の運営の点としてご意見をいただければありがたいと思いますはい、えー、ありがとうございます、えー、大事な質問だと思います、えー、一つあの言い忘れておりましたけれども、えー、防衛大学校はまあ陸海空一緒にとっているわけでありまして、えー、これは世界にあまり例がございませんで、それもやはり戦前の反省だというふうになっております、えー、陸とそれから海が分かれてしまったと いいいううう部分がににはあったたというふうに思いますけれれどもしししかしそれを反省した形で陸海空の教育を一緒にして2年生の時に陸海空に分かれるという形に希望を取って分かれるということになっております。で、寮も現在は8人部屋から10人部屋でございます。一緒に暮らしております。陸海空も全部一緒、1、年、3年もみんな一緒になります。 ということで、この効果がやはり一番あるというふうに、我々は判断をしているわけであります。この間も東北に行って、卒業生たちと話をしたときにです、ね、やはり皆さんが言うのはです、ね、膨大の良さは何かと、膨大以外の一般大学から入られた方もいますので、そうした人たちが、やっぱり膨大がうらやましいなと思うのは、それは陸海空にみんな友達がいると。 何かあるとすぐに相談できると、横にすぐ連携が取れちゃうと、先輩後輩もよく知っているということで、何かあってもですね、すぐに電話一本なりメール一本で、横の連携が取りやすいというのが一つ、つまり横と縦のです、ね、連絡が非常に取りやすいというのが一つであります。からもう一点ございました、エリート教育をどう思うかということでありますが、まあ、今でもなく、士官学校ですので、幹部候補生でございますので、ここを出ると必ず、 幹部になっていくわけでありますただこの間東北で皆さんに聞いてみるとですね一体何が最も重要な要件だと思いますかとつまりはそういうような本当のリーダーになれる人ということを皆さんに聞きましたその時に答えたお答えになったことはですねこれは私がですね30年間慶応で偏差値をですね下からトップに上げることに 地道を挙げてきたというふうに申しましたけれども、必ずしもやっぱりそうではないということであります。つまり、人間性であると、ヒューマニズムであるという部分ですね。つまり、リーダーは、やはり、今申し上げたように、人間性がないと無理だということですね。まあ、このような集団でありますし、しかも、幹部が部下の、 ことがわからないただのエリートですと、動いてくれないということであります、それもやはり一つの大きな結論でございまして、ただ私もまだ今、学習過程でありますから、これをこれからどういうふうに取り入れていくか、もう少しですね、あと半年くらい学習しないとわからないんですが、やはり一定の学力は必要です。で膨大の改革をこれまで だいいいぶやっってててまいりままりしてで今今年年年が元年ででから始まっていくんですでそれが多様性のあるです、ね、人間を取るというのと、まあ、同時により優秀なという形になってきてるんですけれどもしかし同時にですねやはり人間性をどう磨いていくかっていう部分ですねでヒューマニズムというふうに私申しましたけれども、まあ、これは個性と言っていいかもしれません交友うう会というのがございまして交友うう会というのは部活にあたるんですね 学生たちが一番実は力を抑えている時間でもあります。もちろん授業はありますけれども、面白いことに授業でもですね、私がこう2000人にししますと、眠くなるときは、眠くなるとですね、必ず学生たちは自分が眠くなりましたということを申告するために立ってノートを取り出すわけですね。この間2000人喋っている時に、5人立ちました、近、ま、づ、あ、いたらですね、えー、ちゃんとこう立ってですね、私、眠いですから、頑張りますっていう感じでやるんですけれども。 まあそういう、まあ、いずれにしてもです、ね、あのこれからいろいろとやっていかなくちゃいけないときにです、ね、まあ、そのどういうふうにそのヒューマニズムといいますかね、まあ、規律と同時に個性という、まあ、そのやはり交友会活動というようなものが、彼らのある意味では個性の場でありますし、学生の主体性の場なんですね、こういうところをいかにうまく使っていくかということじゃないかというふうに思います。たたた、だもう一つ私が申し上げたいのはです、ね、ちょっと話がまた ずれてしまうかもしれれませんんがエリートなんですけれども、まあこれは自衛官全体に言えることだと思いますが日本の社会というのはやはり欧米の社会あるいはアジアどこ行ってもそうでありますけれども制服を着てそのまま街を歩いても一般市民として誰も疑わないわけですね何の不思議もないわけでありますけれども日本ではやはりアレルギーが依然として あるという前提のもとでできるだけ表では着ないとで我々例えば東北なんかに出張しましても着替えの場所を探すわけですよねそういうことをやっています結構大変でしてで学生たちはみんな下宿を借りて私服は持っていませんので私服を着る時はみんな下宿に行って近くの下宿に行って共同で何人かで借りてですね そしてそそこでで着替えてて出るわけですねそして帰ってくる時は門は制服じゃないといけませんのでそこで着替えて慌てて帰ってくるわけですね。まあ、そういうことなんですで。これはやはりアレルギーとか石を投げられたとかいろんな経験があるという事実がありまして、まあ、ですから依然としてそういうアレルギーはあるだろうかなということなんですけれどもそろそろ今回の震災なんかを通じましてね やはり市民社会を支える重要な一員であるという認知を本当の意味でいただいてもいいんじゃないかなというふうに、私なんかは2か月ですけれども、入ってみて思うことがありますありがとううございいましたはい、どうぞ個人会員の高畑と申しますあの。大変幅の広いお考え お伺いいたしましたがあの先ほどその学力よりも気力、まあ、知力体気力体力というようにおっしゃいました、まああのえー、防衛大学校に行かれるにあたってです、ね、そういうお気持ちであの行かれるというのは非常によくわかるわけです、えー、ですがあの見学の精神を拝見しますと連智とお親友と それから礼節というふうふになってますねで親友という真の勇気というからには普通の勇気普通の気力じゃなさそうな感じがありますね。でまあ例えば12年前に鴨上さんという方が大変勇気あることを言われましたが日本はあ、まあ、日本の戦争の歴史見て、えー、負けたことはない全然恥じるところはない。 その精神で行かなければいけないと言われました。あの、まあ、それもわかるんですけれども、まあ、例えば、試合を前にした体操の選手がですね、迷ってはいけませんね。やっぱり、必勝の精神で行かないと、体操うまくいきません。だけど、普段はいろいろ、こういうやり方でよかったのか、フォーム変えた方がいいじゃないのかと、いろいろ考えますね。セカンドオピニオンも聞くでしょう。で、あの、まあ、アメリカ、イギリスには、 無病性はありえないというのが、あのまあ、その軍人もいろ,いろんな分野の人が考えていることだと思いますが、そういう意味で、たもがみ的な生き方にたじろいではいけないのではないかというように思うんですが、あの先生の教育方針について、もう一度改めてお伺いしたいと思います。 はいあのまあ、私もまだ2ヶ月ですから、正直申しまして、まだあの現場を知らない、よく織田裕二の言葉じゃありませんけれども、踊る大捜査人にはありませんけれども、事件は現場で起こっているのであって、会議室で起こっているのではないと。 まあ従いまして、私もこれから、まず現場をきちんと見て、お話をしていきたいというふうに、そして、学校の方針なりも考えていきたいと思うんですが、ただ私がこれまでの中で感じているのは、例えば自衛隊にしても、陸海空で全く違うんですね、今、防衛隊の中も陸海空で違いますし、分かれていますし、違いますし、それからもちろん防衛省から来られている内局との関係もあるでしょうし、 えー、さらにはあ学者集団がやはり一番ある意味では発言力というか一番多いわけですから、えー、学者集団があこれはまあ理系が圧倒的に多いんですけれども、まあ、非常に多様な集団ですよねただですから他のような集団っていうのはある意味の可能性を私は持ってると思っています多様であることの素晴らしさということですねですから私もその自衛隊っていうと一つに見えたんですけれども実はものすごい多様な一つの 社会をその中で構成しちゃってるわけですねそこの中で全てがあるわけです病院もあればいろんな形のこう扶助組織が全部こう中に出来上がっているというものでありますですからあるあのこの間もお話をしてたらですねいや我々定年後社会に出るのが怖いんですよねと社会を経験したことがないんですといやそれ自体が一つの大きな社会になっているがゆえになかなかあれなんですね まあ学者もある意味ではそういう部分があるんじゃないかというふうに思いますけれどもただ私はやはりその多様性というものを尊重しながらなぜ多様性が生きているのかある意味では私はこれまで言った私学の中に多様性がなくなってきている側面があると思っていますそれはなぜかっていいますとなぜかといいますとなぜ今回多様性を発見したかと言いますとそれは目的が一つだからです つまり幹部候補生を育てる。それは日本と日本国民を守る人々を、そういう人たちを養成するんだという目的が明確なもんですから、何を置いてもそこに戻るんですね。そうすると、それ以外の部分は非常に多様です。ですから逆に多様性が中で維持されている。でそうすると、まあ、実は別のところでは、目標が明確でないと。 おそらくこれからの日本もそうだと思います明確な目標というものがあるとです、ね、自分自身がその中で何をするかというのと、多様性ということの意味が分かってくると思うんですね。その部分がおそらくやはり必要なんじゃないかというふうに、かえって私はここに入ってです、ね、感じたということであります。つまり私の申し上げたいことは、そのある種の多様性というものは中にありますよということですね。そそしてその多様性が 一つの目標に向かったときに、やはり強いということを、今回、防衛大学の校長になって分かったという気がいたします。なぜかというと、最初に話したように、これは私の前の学生たちを怒ってるのではなくて、かわいそうに思えることが時々あります。それはつまり自分たたちののの向かかってていいるる目標一体何のために生きとうことを 自分たちが問い詰めたときにパッと自分の人生はこれですと答えにくい状況があるとしたらこれは相当に問題ですよね。よく言われるようにこの20年間今の大学生はいい話を聞いたことがない全て下がっていく右肩下がりのそれを聞かされてきた世代ですから。 そういう意味ではその人たちに国やあるいは社会を解くということの難しさずっと経験してきましたみんな分かると分かると自分の個性とそれとこう戦ってるのわ分かるとでその時に就職活動をやった時にじゃあそこに何でいくのか問い詰めるわけですね問い詰めるけれどもあ君ダメねってほとんどは不採用になっていくその子たちがどん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  つまり優秀なのはいいんですけど、先ほどのエリートのあれじゃないですけども、もそうじゃない方が結構、日本社会全体で多くなってきてるかもしれませんね。という点で考えていくと、ですねやっぱりこう、ビジョン、ミッション、ここのところをぜひですね、やっぱり作っていかなくちゃいけないなということを改めて防衛大学に移って痛感したということを申し上げておきたいと思います以上です。 えーと最後の質問にしたいと思いますけれども、どなたかございますか、じゃあ、はい、じゃあ最後の質問、よろしくお願いします簡潔に伺います、毎日新聞 OB の志村です。大学の… 防衛大学校の出身高校について、どの高校から進学しているかの問題であります。前提を申し上げます。教金を開いて伺います。毎年、六月、毎年、この5月にですね、慶應義塾では、卒業50年以上の塾員卒業生招待の会があります。母校と母国愛に満ちた人たちが、 日吉の記念館に集まりまりす先週土曜日、塾長をはじめ、そうそうたる方々が壇上に並び、お話しされましたが、その席にご臨席じゃなかったですね、先週、えー、連合見たがい、お招き受けておられませんでしょう受けておられないでしょう、はいはい、そこです、そこで伺いたいんですよ。はい、今日の、ね、このこレジュメを見てもね 慶応義塾の大変な PR ですよかしかし、慶應義塾にとってはね、防衛大学校の存在は、それほど、まあ、レーゾンデートルはないと私は判断しているわけです。おかしな話ですがね。伺います、慶應義塾高等学校からですね、防衛大学校に何人今まで入ってきているか、全国の国交私立高校、いろいろありますが。 ストトレートに伺いたいいたと思まますす失礼します、はい、あのこの質問はです、ね、日本が抱えている大きな問題です何かと申しますと私は慶応の法学部長の時代に一つの大きな決断をしました慶応義塾は現在例えば早稲田もそうです東大のもそうなりかけています7割の学生が東京および近郊3県ですしかも私立の進学校ばっかりです 同質的になります極めて同質的な学生が集まりやすい、つまり、例えば慶應義塾、早稲田もそうです、全国が支えていない、これが今、深刻な問題になっているわけです。つまり、日本が非常に東京一極集中であり、財政的にも学生を東京に送れないという状況になっているんです。 であるがゆえにどうしても進学校の私立高校からという形になるとですね、もうそれだけで大体同質的な形になってまいります。で、私は法学部長であった時代に、何をしたかというと、東京から入れない、東京および近郊3県からは入れませんという入試を100人やりました。今進行中です もちろん、重学部ございますけれども、そんな学部は一つもございませんでしたので、それは塾長に一番協力したわけですけれども、世間塾長、私の一番の一人の親友ですけれども、ということで、それは何かというと、地方から取ると、推薦、自己推薦だけで取るという入試を始めました。でもこれは難しいです。今のような経済状態では、 奨学金とタイアップさせない限りは、難しいですね。例えば、今の,の先輩の、あの塾験の先輩のお話でも、見た会もどんどん高齢化が進んでいますね。やっぱり若い人たちに入ってもらいたいけれども、もう地方には若い人がいなくなります、出身が。そういう現実があるんですね。ですから、まあ、法学部などは、例えば100人削りました、でそこから取ろうということでやっていますけれども、相当難しい。 私も全国駆け巡ってですね、PR をしてまいりましたで。そこで膨大なんですが、防衛大学は調べました、東京および東京近郊の進学校からは来ていません、ほとんど来ていません、つまり、そういう親御さんはいないんだろうと思います、なかなか来ません、8割が地方です。 東東京及び東京びですと2割ぐらいしかいません。ですから九州が多いんですけれども地方が結局支えるというよりは全国的に支えているんですね。でこれは言うまでもなくあの、まあ、給料の形で出ておりますので、まあ、その財政的な部分が大きいかなというふうに思いますけれども、まあ、そういう意味では全国的に支えているというふうに思いますね。 ですからこんな学校は多分日本にはここしかなくなってきてるんじゃないかという感じがいたします。ですからこれは有意識問題であるということをですね要するにもう少しやはり日本の社会の全体の全国の流動性が必要だということをですねそうしないとこの国元気にならないと私は今回映ってみてですから最初に私が防衛隊に映って調べたのはそのデータを全部出してほしいと言って自分で計算してやったところが。 そうでありましたとということですねですから慶応高校からも本来は来てほしいんですけれども今は来てくれる状況にはほとんどないということなんですねですから本当は東京の私立高校はほとんどあまりありませんもちろんいますけども非常に少ないということを申し上げておきたいというふうに思います。 以上ですはい、えー、国分さんどうもありがとうございました。あの時間もだいぶ過ぎましたんで、えー、今日の昼食会を終わりにしたいというふうに思います。あの今日の昼食会は本当に一度で二度美味しい昼食会で <laughs>、えー、大変有意義でございました。えっ、ー、と国分さんは国家と国民の平和と安全のためと記念署名をなさって、えー、くれました、えー。それではあのクラブを代表いたしまして、えー、記念のネクタイをお渡し,したいというふうに思います。 も本日ありがとうございました。お伝えください。